さあ、もう1月も終わりということね、はい、正月明けてまた1月も、はい、パーッと終わってまうんでね、はい、だからまあ1月はもういろんなことがこの芸能界は、はい、ありすぎて、そうですね、まあこう人のことでこれだけ我が家が週刊誌に貼られるっていうのはもうなんか、そのことで行動が狭まってしまうというもうわけわからへん、もうずっと止まってるんですよ、うちの近所も。あ、そうなんですか。もういちいち来るたび、あ、どのお姉ちゃんのことやろとか思うんだけど、結局来たらスマップだ、はい、スマップのことでもないし、よかったですねとか言って、はい、じゃあなとか言って、うん、まあこれからどうでしょうかね、いやまあ頑張るんじゃないですか、どうもありがとうございましたこんな記事で来んなっちゅう話になるんですよ。でこっちもね言うことももうないしやね、はい、別に、でも一応紙面が売れるから、まだ書き続けとんのやろな。でも気は楽になったんちゃいますか、もう全てはもういろいろと、もうこう黙っとかなあかんとか、そういうのもうね、気が休まる時はないね、もうやっぱりいろいろあるね。また喋ったらあかんこといっぱいあるんですか。まあまあ当たり前やないかお前、あかん、またこれ言うたらあかんね、また来ますよそれ、はい、もういろんなこれはちょっと吐き出しくださいって来ますよ、また吐き出しちゃいますよ、そうか、気持ちよく入ってください、なんかバケツ持ってきて全部吐き出してくれますよ、お願いします言って助かるんですよっていう、こっちも助かんねん言うてね、言うてる場合じゃないからね、まあとりあえず、はい、そういうもんじゃないやんか、考えてみればさやしも卒業してんねんもんね、去年そうですね、はい、12月でな、はい、考えたらそうやわ、でまあ食事会をね今日まあ久々に会うて、はい、これからもそう会えないやろから、だからありがとうねメール、はい、送ってくれて、はい、だから、いや赤いスニーカー、飯窪からもう、スニーカーですよとか言うて送ってきたからもうしゃあないからね、もう買ってきたって言うて、メール入れたんですけど、はい、だからお前買ってきたやろね、なんかプレゼントや、いやだからマネージャーにあと牛肉赤いやつまあ中途半端にあれ評判へんから、お前今日すごく会場から持ったらいなりずし、あれでも取ってくれます会場のあれ綺麗に並べてる美味しそうなやつ、僕からっていうことで今日実は持ってきてないから、マネージャー捕まれへんかったんですよ。そやろ、だからお前あれでええのちゃうか、だから黙っとってくれよ、トップスのチョコケーキもありましたね、トップスのチョコケーキ、あいつ好きなのか、女子は道重さんがすごい好きなイメージ、いやさやしやで、そうやで、さやしさんも楽しみちゃうで、新年会、ごめんなさい、はい、もんね、まあね、チョコケーキといえば海外に行くから送別会兼ねての、どうなの、チョコケーキで言えば道重さんですって、もう今日さえ、そうですね、今日道重くんの今日、来ないと思うんですけども、ねえ、さえじゃよね、そうです、だからそれ持っていっても一緒やな、だからいなりと、まあまあ女の子やからケーキ喜ぶと思うからな、ちょっと髪がちょっとずっとなかったんで、なんかなんかまあ買ってきた感を出したら、俺一つの子を破ってしもて、どんないなり寿司かなと思って見てしもたから、もう一つのはそのままやけど、あいつら気ぃつけよ、あいつら食べようからな、はい、あいつらどさくさに紛れて、終わってから帰ったら、これなんでこんな減ってんねんっていうのが、よくよくあるって、で付け口もあるからね、これ誰食べたんや言って、文さんがゴミ口ですとか言ってカバンの中2つ3つ入れてましたって言ってることばっかり言うと思うからあいつも子供おるしなぁとか言ってもう誰が食べてもええなり、みんなのもんやからね、みんな暫定どうぞって言って、いやでもさんまさんにいただいたもんですからね、いやいやそれがラジオのあれでな、皆さんにどうぞって言うて毎週毎週会長がくれはるわけやから、それをこそこそいただきますもなくカバンに詰めて帰る、まあ少女は堂々とね、このみかん3ついただきますとか、俺も今日はいなり持って帰るわとかあるけども、あの辺はこそこそ自分なんか食べてない
ようにして食べるからね。そうです。ほんで、うまいことなんかこう取ってないような感じでこうね、そうそう。あ、まあ、真ん中抜いてこう端っこから寄せてる感じ。えらいこんなに寄せなかったかなとか。っていう感じやね。で、今週ね、我々は、はい、ここの、あ、いい子も知ってるか、新藤っていう、はい、ディレクター。はい。あ、入れ違いとか。入れ違いか。新藤がラジオやるってから、スサライが来て、で、いい子もになったのか。はい。その新藤が、はい、まあ、要するに、結婚式を、うんうんうん、日曜日に、あげたんですよ。はい、それで、我々、行かざるを得ないスケジュールを抑えられましてね。うん、私なんかも戻って、はい、もう次の日に、アカシアテレビが収録があるっていう。うん、で、もマネージャーにちゃんと連絡して、オフの日に結婚式やっていう、うん、前日乗り込みでっていう、ことで。ほんで、雪が、大雪警報が。はい、そうですね。大阪は先週で。で、ほんで、まあ、もちろん松戸万内君も九州からだったんで、飛行機で。間に合わなかったんです。新幹線で一泊するという。で、結婚式とうとう間に合わずに、結局だから、いや、間に合わないでラッキーでしたよ、まっちゃんは。なあ、なんでですか。新藤、はい、見てたら分かると思うけども、はい、あいつ自分のことが大好きなんですよ。、うん、もう大好きどころか、おいらが3時間ぐらいの、披露宴だったんですけども、うん、出てきて、さあ、新郎新婦入場です、言ったら、もう号泣してるんですね。本人。まあ、本人もびっくりしました。何があったんかな。嫁さんも涙してないのに、おっさんが号泣してる。何が、なんか、扉の向こうで嫁さんに突かれよったんかな、思ったんで。マジで。開いた瞬間に、衆議院盗まれたんかな、思って。むちゃ泣いとったから。それで、はい、それはええねんけど、うん、要するに放送局のやっぱり AD さんとか部下が、いるやんか、そいつらが VTR 作ってるのはいいんですけども、うんうんうん、その前に自分の学生時代の友達がスライドを作っとるんですね。うん、スライドショー。まあまあ結婚式で恒例の、はい、スライドショーがあって、はい、幼少の頃、新藤君はこんなんでしたとか、奥さんがこんなんでしたとか、はい、ね、お前らあんま結婚式出てこないかわからんけども、ちょっと面白おかしく、そのスライド見ながら、はい、この時にお尻に釘が刺さりましたみたいな、うん、出てくるんですよ。はい、ほいで、もう結構プロいるんですよ、この芸能界。まあ俺も行ったし、庄司も行ったし、カンペニアも行ったし、もちろん、角純一さんというアナウンサーの元ね、いるわ、ね。メッセンジャー、ね、ハイヒール。メッセンジャー黒だ、ハイヒールだ、得意だ、はい、それから、岩尾だ、はい、もうずらっと喋り手は、楽しそう。もうたくさんいるんですけども、はい、まあまあ友達やっていうので、素人さんが、48歳のおっさんたちが3人でスライドショーをやるんですよ、うん、やっぱり頑張ろうとするんでしょうね、はい、素人さんは、うん、で一生懸命こうネタも、お父さんが市会議員なんですね、うんうん、で中学校高校と新藤はなんか爆笑王と言われたらしいんですけども、うん、でいろんなイベントの司会をすると、はい、でお父さんは市会議員で息子さんは司会がうまいっていうネタが、を考えてらっしゃる。考えて、そこを押すわけですね。何度か。何度か、受けるはずなのに、受けなかったというので、お父さんが司会議員で、息子さんが司会を、やっていただいて、と、さあ、続いてのスライドは、お父さんが司会議員で、僕、はじめ庄司は、素人さんが一生懸命、とか、言うたぎ、取ったのよ。おい、もっと短せえよ、とか。うん、もうその司会業の三押しで、もうこいつ飽きたんでしょうね。もうかまってあげなくなって。で、もう、それが、やっぱ頑張ろうとしてるから、長いんですよ。はい、だーっと、それで、やっと終わった、お疲れ様でした、と、うん、言うたら、さて、今度は部下である AD が、今までの、新藤さん、はい、そして奥様の、VTR を作りました。VTR? スライドショーが終わった後やで、はい、VTR がまた22分15秒ありますので、皆さん。
ご覧くださいませって、はい、同じやつをスライドと VTR にしとんねん、うん、で俺はまあ乾杯の温度やったからもう一番最初にちょっと喋って乾杯って言うて、はい、終わってるんで俺が普通の挨拶をやらすと、うん、いらんことをいっぱい言うてしまうから乾杯の温度はそう長くするもんじゃないというので、はい、あっさりと、やったんですけども、はいはい、ほなその後にそれがあるんですよ。ほんでまたあれやな、はい、照明っていうかなんかそう照明すら証明書明壁にあれなんていうのマッピングですよね。それを何やらマッピングやってやる、はい、プロジェクションマッピング、プロジェクションマッピングか、はい、さあご覧くださいませプロジェクションマッピングショー言ってなんかわっけのわからん鶏が飛んでるようなこと鶏ちゃいますねんとこれ何やら鳥ですね言って不死鳥みたいなやつが、はい、ブワーッとこう飛び交う中、うんうん、さあしばしご観覧くださいもうねなんかいいな見るまでが同じような写真ばっかり流れれば、うん、人気者でとか、はい、山に登った時にもこんなにはしゃいでおられるとか、うん、僕の結婚式のこの活躍ぶりをって写真で、うん、見せられんねん。ずーっとなもうタバコ吸いに行かなしゃあないんですよ、うん、でもそれは全部 VTR やから、はい、だいたい VTR も読めるし、うん、これはこれはいうのでずーっとやっとこさ、はい、2時間半そんなのが過ぎて、うん、やっとこさそのアイスピーチやね、うん、やね長いそっからスピーチですか。そっからやっとこさスピーチやね。だから愛ちゃんも来てくれてたよ、高橋愛ちゃん、高橋愛ちゃんも来てくれてて、はい、おいでまあ庄司と寛平兄さんが終わって、あとはもうテーブルで、こそこそって、あんな、うん、こんな豪華やのに、スピーチやらした方が VTR 流すよりね、はい、ちゃんとスピーチやらしてあげた方が絶対面白いのに、ほ、うん、でもうスミさんって、遠い親戚に当たんでね、スミ純一さんって神道と。そうなんですね。らしいね。はい、で、親戚って人じゃ申し上げますけど、うん、最低の結婚式ですって、最後の最後。親戚を代表して謝らせていただきます。これはあかんと思います。本当に最低の結婚式です。本当に皆さんすいませんでした。2時間半待った結果。結果、おいで最後の挨拶がスミさんで、その後に愛ちゃんが、はい、まあ愛ちゃんが歌ってくれて助かったわ。可愛かった。ブログに載ってました。ハッピー様を歌って。そうそうそう。愛ちゃんがもう申し訳ない、いやすいません今日歌うんですで、そしたらAD の女の子たちとかスタッフの女の子が全部踊り覚えて、すごい。おで衣装を作って。ハッピー様のウェディングの、はい、それで一生懸命ね、30過ぎたお姉ちゃんたちが一生懸命、うん、やってたけど、うん、思ったわ、やっぱりモームスって可愛い、本当の、いや本当にお前ら可愛いわ、ありがとうございます。それでやっとこさ、はい、終わって、うん、もうずっとなんか見てる感じ。最後の最後までその2次会また220人集めて2次会、はい、披露宴のまたテープ流しとったらしい、また勘弁してほしかったので、また新たに撮ってたやつもいっぱいあったんですって、それもずーっと流されて2時間は行かれなかった。行くか行くか全員行ってない言ってた。もう2時間行こうと思ったらしいでね、ハイヒールとかはもう許して許してほしい言うて、で途中でステーキでボーって火つけるショーもあったりするんです、うん、見たないやんかそんな勘弁してくれとか言うね、そういうなんかリアクションもできず長いからもうそれまでに、そんなシェフが 7,8 人でね、はい、大きなテーブルで鉄板の上で火がブワーってなったら、はい、みんなうわーとか火事やーとかって言おうかな思ったけど、もうそんな元気もなかったそこでもう3時間ぐらいも来てるし、もうサンドからタバコずっと吸いに行ってはるしなスピーチとかありゃな、はい、見てこう見るけども聞くけどもやな、はい、同じような VTR ばっかり、なんかまあ、うん、あいつ自分のこと好きやわそうそう、あ今日はゲストにね、はい、ジュースジュースの、はい、高木さゆきです、が来てくれてんでね、はい、一つよろしくお願いします。お願いします。 MBS ヤングタウン、明石家さんまです。庄司です。モーニング娘。ワンシックス飯窪春菜と工藤遥香と高木さゆきです。
略のコーナー、イエイ、というわけで、今日は、ジュースジュースの高木が来ておりますね。はい、よろしくお願いします。いろいろ来てますよ、こう高木を紹介するやつが、うん、オレンジの6番さんから、全力やんの皆さんこんばんは。こんばんは。高木さゆきちゃんについて紹介します、うん、千葉県出身の18歳、公式ニックネームはさゆべ。はい、あれ早いですよ、ね、今の何の話ですか。その公式ニックネームってあるんですよ、ありますよ、じゃああんのはやけども公式ニックネームっていうのが、あのニックネームってあだ名でしょ、うん、あだ名で、それが公式ニックネームという、はい、ファンの方が主に呼ぶニックネームで、つんくさんが決めてくださるんです。あ、そう、はい、それはあの全他の AKB でもあるの、公式ニックネームあるんですかね。ああ、もう、要するに、モーニング娘。とか、アップルントの人はみんな公式ニックネームっていうのを決めるんだ。はい。ああ、公式ニックネーム、さゆべーってな。はい。これは、つんくがつけようの。はい、つんくさんが勝手につけてくれます。はい。もう、ないのか、名前でやろ、スカンクとか、はい。なんか、そんなはないんやろ、ないですよ。名前にちなんだ。名前にちなんだ。はい。米ぬかちゃんとか、そんなないんやろ。ないです。ないです。ああ、みんな名前から。名前から。いい春か、お前は。いや、あの、春なんです。春なんか、はい、そうかそう。工藤はクドゥーです。クドゥー、はい、はい。これがみんな公式なのか。公式です。公式。これになった、お前もともと学校時代とかはどう言われてたの、友達に。みんなに、あの、春って呼ばれてました。春、あ、そうか。一生、春だった。春つながり。春つながり。四季を楽しんでるから言ってる。春だった。学生時代は何て言われたの。さゆきとか普通に。あ、さゆき。呼ばれてましたね。さゆべ。特技、一瞬で目を変えるってどういうことなの、これラジオじゃあんま使わない、わかんないんですけど。何がこうやって一重にできるんですよ。一重に一瞬で一重にできる。今がこれはこれが一重。本当だ。二重。二重。ああそういうことなのか。はい。すごい。まあまあラジオではね伝わらないけど、はい、テレビでもそう伝わらないと思う。確かにそうですね。一重にされても。そうそう。そうですよね。二重にするの。ああ。で、俺ね、目玉がひっくり返ったらすんのかな、全然、地味でした、すいません。ああ。本人は普段は二重なんだ。二重です。憧れのアーティスト、田中玲奈ちゃんと小袋さん。はい。あ、田中玲奈ちゃんに憧れてアップロンドに入ってきたのか。アップロンドに入ってから田中玲奈さんに憧れました。入ってから、はい、それまでは誰に憧れたの。小袋です。あ、小袋さん、はい、小袋さん、小袋に憧れてたんだ。憧れてました、それでミュージシャンの方向に行かなかったんだ、憧れは。そうですね、はい、歌が歌いたいっていうのはあったんですけど、それで研修しようと思ってハロプロ研修生に行って。え、小袋って粉雪か。違う、それレミオロメンさんです。あ、そうか、そうか。小袋は歌ったけ。桜の花びら散るたびにです。軍歌。違います。報告人民。違います。ごめんなさい。あ、そう。はい。サビわさびは小袋、俺も聞いたことあるけど。サビ。うん。サビは今のところサビです。ご覧のハビが散るたびに。消えそうに咲きそうなつぼみが。もあります。いい曲です。ああ、小袋は、ええやつやしね。はい、そうなの。ああ、もう、そう、昔俺の夢叶えたのがスペシャルで、小袋に会いたいっていうので、はい、なんかそれだけ言っていただけるんならいって、ものすごいスケジュールの中は、はい、ちょっと時間割いてくれて、はい、出てくれたこともありましたね。そうなんです、ね。コンサート行ったことあるの？あります。この間も、去年も行きました。ああ、すごいね。小袋ファン多いよね。はい、そうですね。ね、一番好きな歌がその歌なの、お前。いや、小袋、もう何が好きって言われても答えられないぐらい全部大好きなんですよ。歌えんの、ほとんど。歌えますね。カラオケ行ったりすんの。行きます、もう大好きで。え、小袋歌うの、これ。小袋歌います。あ、さくらんの花。そうじゃないですよ。
これはハロプロエッグ時代から工藤ちゃんと大の仲良しということ、うん、はい、その高い歌唱力をファンからも、絶賛され、ますますの活躍を期待されるさゆきちゃんをさんまさん少女よろしくお願いしますということですけども、あ、もうエッグ時代から友達なのか。そうです、あの、はい、エッグの後輩で私がすごい可愛がってもらってました、はい、可愛がってというか、あ、お前が後輩か。後輩です、ね、あ、そうかそうかそうか、仲良しで、仲良しで、はい、さっきの会行ったりとかした。いや、特に最近の活動はないんですけど。仲良しはどういう部分で仲良しなの？私はよく遊びに行ったりとかしてて、ですけど、最近は時間があまりないですね。じゃあ、会うよな、グループは違うし。はい、会う機会もないよね。はい、何歳から入ってんの、君は。私、小学6年生です。工藤は？小学4年生です。からエッグに入ってんの？エッグに入ってます。はあ、そうかそうか、みんなちっちゃい時から入ってんねんな。はい、はあ。でも、そんなやつ今もいっぱいいるんだ。そうですね、いっぱいいます。小学生がいます。ちっちゃい子ばっかりで。あ、そう、はい、エッグの時はもちろん月謝いんやろ。いや、私の時はいらなかったです。はい、いらなかったです。 あ、エッグって月謝いらんの？いらなかった、はい、学校みたいなとこやのに。今はこういるみたいなこと聞きますけど。そうやろ、うん、ねえ、私が入ってた時はなかったです。なかったですね。あ、授業料とか払わなくていいの？はい、だから私オーディション受けたんですよ。あの、お金かかんないから。お金かかんないで、あの、経験を積めるっていうことで、あの、オーディションを受けたんですよ。お金入って、積んだ、お金積んだっておかしくあの、月謝月謝、ね。月謝を払ってでは入れんの、どっちもあんの。オーディション。いや、オーディションのみです。のみなのか。はぁ、で、いい子が、オーディション通った子がエッグに入んのか。はい。とか、今は、こう、モーニング娘。のオーディションで、あの、残念ながら落ちてしまった子が、声かけられて入ったりとかいうケースもあるみたいな。うん、ああ、なるほど、なるほど。偉いね。吉本なんかね、NSC って学校開いて、はい、お金取ってますからね。まあ、まあ、まあ、取らないとね、まあ言うたら、いろいろ経営とかもやっていかないと。先生も呼んでますし。いろいろと。ろくでもない先生ばっかりね。呼んでます。前田誠司先生。ああ、先生なんですね。先生やで。あいつがね、わけのわからん、その M1 の審査員とか予選とかやっとるんですよ。はい、それで、トレンディエンジェル落として、うん、ね、敗者復活戦で優勝したというね、はい、うん、だからろくでもない作家です。これでもタイムラインで、本全然売れません、皆さん買ってくださいって友達だけに連絡してましたです。友達やったらもう凍ってるやろ、言って。こちら最後の増水からいただきました。全力休みはこんばんは。こんばんは。2月6日からフジテレビでジュースジュースが主演の連続ドラマ、うん、武道館が始まります。はい、このドラマはさんまさんと縁のある方がアソシエイトプロデューサーとして関わっています。うん、俺たち洋金属で駆け出しの AD ながらディレクターだった荻野さんをおぎりんと呼んだ、あ、栗原。あ、栗原がやんのこれ。はい。栗原美也子さん。高木さん、来週の放送に向けて今の気持ちを聞かせてください。え、栗原がやんの。今共同テレビに行ってるんですよね、うん、栗原は。はい。その有名、ドラマでは有名プロデューサーですよ。そうですね。かなり、うん。はい。ピュアとか、ピュアなんですか？え？ピュアやったってことですか？そうそうそう、ピュアの。魔法の飴あげますですよね。和久井恵美さんの。和久井恵美さんの。堤真一さんと。あ、そう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 。大好きなんです、ピュア。魔法の飴あげますですよね。そうそうそう。元気出すために、だから出して。あれのピュアの和久井恵美ちゃんが、はい、栗原本人言ってましたけど、はい、あれ、ジミー大西がモデルなんです。え？え？そうなんですか？ええ、あ、でも確かに芸術すごいですよね。そうやろ？ああ、え？本当だ。で、あの、俺とか、いるジミーの、あれをずーっと見てて、これ女の子の可愛い子で、やったら、ピュア、ピュアってそのまま、素直に生きてるなっていうので、ジミーさんモデルなんです、とか、作った時言うてましたよ、あれ。そうそう、栗原っていう。はい、栗原さん。プロデューサー。もう離婚したんですね、あの、太郎次郎。猿猿は不ちゃうで。あ、そうですよね。あの、いや、太郎次郎というか。太郎次郎、太郎次郎。あ、そうなんですか。な、あの人が太郎さんで、猿が次郎やんな。あ、そうや、そうや。あ、もうお別れに。あ、だったの去年か。去年別れたんです。はぁ。だから面白い子ですよ。昔はね、
AD として入ってきたんですけども、はい、フジテレビにね、はい、制作。ほいで、新入社員をいつも、僕がインタビューして、それが番組になっていたんですね。昔のフジで、はい、テレビの裏側全部見せますっていう番組があったんですけど、うん、スペシャルで。それで、入ったばかりの栗原に、インタビューして、はい、やっぱりフジテレビの人たちとこう出会ったりして、うん、フジテレビの社員の人と結婚する可能性は高いよね、とか言って聞いたら、はい、誰がこんなサラリーマンと結婚しますかって言って。そうでも。いや、いや、フジテレビやの、所詮フジテレビでしょって。ああ、そんなのしませんしません、こんな、儲けの少ない会社員と結婚しよう。お前、これ企業でも給料高い方や、ほう、言って。いや、何言ってんですか言うて、いや、入ったばかりやで、会社に。これでも、とんでもない女がおるな、言ったら、次の日から、ひょうきん族のフロアに座ってたんです。配属になりました。すいません。よろしくお願いします。言うて、配属になりよったんです。次の日から。ほいで、それはいいんですけど、はい、水曜日収録だったんですけど、はい、水曜日、自分たち合コンがあるっていうので、うん、超ミニのワンピースのワンレンボーで行こうんやったね、昔の。はい、横を開いて、要するに腰が見えるやつで、はい、赤い服で、はい、ミニスカートで、はい、おしゃれして、はい、AD やってるんですよ。ほいでは、待てお前言うては、AD お前こうそんな格好じゃ、こっちが散るやろおめえ目が奪われる。すいません、今日合コンなんですとか言ったら、お前どずくだほうほんで、それが、ひょうきん族で、荻野さんっていう。ほんで、下から、おぎりん、次何やるとか言うて、AD がディレクターに向かって、おぎりん、次何とか言うから、ちょっと待てと。俺、止めまーすって言うて、どういうこっちゃねんって、こう、ね、おぎりんちょっと降りてきてわいって言うて、AD がディレクターにおぎりん言うと、これバランスおかしなりましたろ、これ、現場のーって。俺本気で怒ったんですよ。ごめんなさい、サムちゃん。昨日タクシーの中でキスしちゃったのって、もう訳わかんない。すごーい。ごめん。それはやけど、現場で奥野さんと呼ばせ言って、ごめんなさい、とか言って、もうそれはもう原田とかテレビで発表しちゃったんですけどね。ごめんなさい、とか言って。すごい。すごい女なんで面白い。ほんで、栗原と、ほんで俺が、心はロンリーというドラマやってるのも栗原担当だったんですね。うん、ほいで、もう一人、栗原みたいな女って、藤沢めぐみっていうのがいるんですよ。気の強い独身の、放送作家で。ほいで、栗原がいて、そっちも AD だったんですよ。ほんで、子供がなんか、ケーキを食べるシーンで、先に食べようって言ったから、俺、ほら、お前、先食べんな、お前。これ本番のやろ、やつやぞ、お前、消えもんや、って。形崩れたらあかんやろ、って。ちょっとパーンってきつく怒ってしまった。はい、でうわーって泣きよったんですね。子役の子が、女の子がもう十何歳、十歳、ちょっとやったか十二、三歳。ほいで、あよ、止めまーす、言うて、その子供を泣き止ますために、トイレ連れてた俺知らんかったんですよ。はいはい、で、河田町のスタジオだったんで、昔は、男女、隣同士で、昔の建物ですから、声が聞こえるんですね。で、俺も、トイレで慰めてると夢に思わなかった、うん。この休憩時間、俺トイレ、ちょっとトイレ行ってきます、言うて、もう、子役泣かすなよ、さんまちゃん、とか言われながら、もうすんまへん、言うて、降りてきたの。で、おしっこしてたんですよ。うん、ほんな二人が栗原と、その藤沢いうのが、子役に、あんな奴に負けんなよ、言うて。うちらもな、ずっと泣かされてんねん。あの男に。あの男には泣かされてんねん。だからな、私ら三人で、あんな奴に負けんとこ言って、頑張れと、はい、はいって、負けんなよ、あんな奴に。えい、やいよーとか、わっけわからん子役の励まし方してん。俺、慌ててトイレから飛び出したの。あったりあったら。そういう人。すごいですね。想像以上だ。もう今はね、かなり落ち着いてますけど、やっぱり、イケイケのもうドラマ、ヒット飛ばしてる時の栗原は面白かったですね。すごいですね。面白い。面白いよ、もう。あとはもう言えない話がいっぱいありますけど。
あ、栗原がやってるのか。はい、そうです。これフジテレビの？フジテレビとあと BS スカパーでも。フジテレビ何時から放送なんだろう、これ。11時40分。あ、の枠のドラマなんだ。毎週何曜日やってんの、これ。土曜日です。あ、毎週、あ、はい、あ、女、俺が工場委員会終わってから、うんうん、そうだと思いますね。のドラマがお前らなのか。はい、はい、そうです。え、お前も出てんのやろ、ドラマ。いや、私出てないです、出てないです。ジュースジュースが主演です。はい。あ、ジュースジュースが主演の。はい、私、モーニング娘。なんで。友達で言ったからな。いや、友達枠で出してくれるなら出してほしいですけど。はい。あ、武道館を目指すアイドルグループの。そうですね。ネクストユーというグループをジュースジュースが5人組そのまま。やってるのか。栗原頑張ってるんだ。よろしく言っといて。あ、はい、もう会わないか。会ったら行ってきます。はい。酒飲んだ、打ち上げだ、酒飲んだ。栗原。あ、飲んでました。そうやろな。はい、目座るやろ、あいつ。あいつ怖いんだよね。目座ったら怖いね。そうそう、あいつの結婚式も行ってるもんな、俺。ほいで、その太郎さんと栗原の結婚式、うん、裁判形式でやったんですね。へぇ、裁判のセットで。へぇ、面白い。ほいで、栗原が被告になって、もう何を言って全部、旦那さんに知ってほしいから、うん、栗原のことを何言ってもいい、過去の男のこととか、っていう裁判。楽しそうですね。だから、そうやね、企画としては、面白い企画でしたね、はい、そういうのをやってましたよ、栗原は。こちら、デスペアがいただきました。全力の皆さん、こんばんは。こんばんは。高木さゆきちゃんは、最近の女子高生には珍しく、お父さん大好きです。休日にはお父さんと二人で食事に行ったり、買い物デートをしたりするそうです。うん、お父さんもさゆきちゃんのために部屋を改築して、ダンス練習ができるレッスン部屋を作ってあげるほど、すごい。すごい。さゆきちゃんを可愛がっています。さんまさんと庄司さんには娘さんがいらっしゃいますが、二人っきりデートしたことありますかっていう。ないし、したくもないし。したくないんですか？したくないやろ、別に。何すんねん、二人デートって。お話ししながら。行ったり。ご飯に行ってお話ししながら。あ、まあ、ご飯は、でも二人は、ご飯はないか。みんな友達いるし。もう二人っきりでと買い物行ったりとか。あ、まあまあ、俺はできないからな、原宿そう。そうですよ、歩いたりしたら、写真撮って写真撮っての連発になるから、ね、全部お答えしてしまうから。神対応。神対応。神対応しちゃうから。娘は迷惑。なるほど。いや、だから、うちはママ会話はするけど、二人でね、少女あるお前。いや、買い物とか絶対行きませんよ。ご飯は食べて、ねえ、まあ。その、どうやね、うちは奥さんと買い物でも喧嘩になるぐらい、はい、女の人と男の人の買い物の感覚って合わないから。お父さん付き合ってくれあるんだ。はい、買い物にも付き合ってくれたり、クリスマスもこの間、二人でご飯食べデートして。はい、いいなぁ。要するに、他のもしね、はい、素敵だなと思ってる彼がいててもお父さんとの約束を優先するの。はい。嘘はい、ね、素敵だなって思わないですけど。あ、そう、お前はな、はい。そうですね。だけど、お父さんと一緒に。いるのが楽しいの。楽しいですね。嬉しいです。なあ、もう信じられへんやろ。お父さん嫌いだもんね。なあ絶対ありえない。聞くの、お母さんに聞くようなことも、いざお父さんに、どっちがいいとか。はい、いや、聞いたことないですけど。いや、洋服、まあ、買ってくる。そうそう、そういうの。どちらに合うのって。でも、お父さんがほとんど決めます。私がすごい、もう、全然洋服、興味がなくて、だからもう、行くぞって言って、お父さんが連れてってくれて。嘘よ。で、どれがいいかなって言ったら、これがいいんじゃない？じゃあ、これで、って感じです。へぇー。ファッションって女の子のが好きで、はい、お父さんダサいとか、いう感じになるやんか。はい、それはお前お父さんに任してるの、服も。はい。あ、これはお前似合うぞとか。これがいいんじゃない？あ、いいねとか言ってくれるの。はい。これは違うねとか、もうちょっとピタッとしたのがいいねとか、細く見えるとか。すごい。そういうことまで考えてくれて。はあ、すごいなあ。まあまあ、イクボのお父さんでは考えられない。ありえない。ありえないことやな。え、工藤はまだ16やからお前はあるか。でも、お父さんと二人でってことあんまなくて、家族で行った時に、こっちがいいんじゃないとか、逆にお父さんの洋服決めてあげたりとかすることはあります。はい、あ、そういうの、あ、そういうの、まあ、15、6やからせやな。お父さん結構私も好きな方なので。お前も好きなのか。小6まで一緒にお風呂入ってました。
お父さんと。私もまだ入ってもいいってパパに言ってるんですけど、パパが嫌がります。あ、今はい。お名前いくつまで入ったん？お前も。私でも中学ぐらいまで入ったか。中学3年生ぐらいまで入ってたと思います。そやろな。あ、すごい。はあ、不思議な家やな。まあ、こういう家もある。どっちが不思議なのか分からんけども。うん、俺はもう考えられへん。一緒にお風呂入ったこととかないんですか？あるよ。え、ちっちゃい時からちっちゃい時は小学校1、2年までか。うん、あ、でもそうなんですか。いやいや、今あるが嫌がるというか、友達に言われよね、あれ。ああ、そうですよね。まだ入ってんの？子供、赤ちゃんとか言われたりするので。ああ、そういうもんなんですかね。ああすごい、まあいろんな家があるな。あの男かっこいいのか見てて。いや、そんなにかっこよくはないですね。太ってるし。太ってるし。まさかの負けはない。え、あ、おしゃれなの服は。いや、おしゃれじゃないです。もうチャラチャラっていうか、チャラチャラしてる服。チャラチャラしてない。結構なんかいかつい服着てますね。いかつい服。そんなお父さん。いかつい服。作業着かいかつい服着てます。ジャージっぽいドクロがついたようなジャージとか。もう着てることありますね。あ、元不良なのかお父さんは。いや、不良なんですかね。今も不良なのかもな。わかんないですけど、鬼とか着てる時ある。でもそんなに鬼の刺繍は。そんなに、それヤンキーじゃないか。ヤンキーではないんですけど、優しいパパなんですけど。チャーハンうまいやろ、作るの。チャーハン。オムライスがうまいです。やっぱりヤンキーや。ヤンキーなんだ。元不良だ。いや、そんなことあるって。そんなもん、鬼の指示が入った服着る人や。俺、オムライス作るのうまいってヤンキーやんか、それ。そうなのかな。そうそう、もうヤンキーのチャーハンが一番うまいという名言をね、この間小沢さんがようおっしゃってましたけど、あ、考えたらそうや言って、この間も番組でそれで盛り上がったんですけど、ね、チャーハンは この具を入れて、この具を入れて、料理人たちがこの具を入れて、あの具を入れてとか言うんだけど、元不良やった小沢さんがね、チャーハンはヤンキーが一番うまいんですよって、よう考えたらそやな思って、ヤンキー出身のお母さん、チャーハンうまいなと思って。確かにそんなイメージあるね。じゃあチャーハンだね、うまいね。あの、現にあいつらうまい。チャーハンばっかり作っとるから、チャーハンばっかり作ってませんよ。チャーハン専門店ってないですよ、ほんで。ほんで、ちょっとラーメン屋とかでバイトするやつが多いから、うまいよね、で、チャーハンの作り方。じゃあ、私のママのチャーハンめっちゃ美味しいんですよ。ってことはヤンキーなんですかね。お前とこ、いや、どういった？私のお母さんは、あれです。常にキティちゃんの健康サンダルで移動するような人です。ヤンキーやん。そうだね。な、グーなに入れてるチャーハン。え、具なんだろう。あんまり入れやねん。少ないです、少ないです。ソーセージみたいな。玉ねぎとか。玉ねぎとソーセージと卵ぐらいの。そう、ああ、もう完全にもうあれや。それで胡椒効かしてないか。そうです、そうです。ほんで、ラーメンの素とかちょっと最後入れよんで、そうですよ、ラーメンの素入れも、インスタントラーメンの素入れも。お前ヤンキーや。知らなかった。ヤンキーだ、うちのママ。お母さんの写真見てない？いや、あんまり見せてくれなくて。ヤンキーや。隠してた。隠してた。まあまあ、ええねんけどな。昔遊んでる。とか、不良だった人の方が、今しっかりしようと思って頑張る人が多いから。俺の周りは特にそうやねん。昔優等生がなんか壁に当たって挫折したり、もともとアホでチャラチャラしてたやつが仕事頑張ってたりすんねん、こればっかりは。だから優等生だからいい大人になってるっていうことは、これはイコールはないね。悲しいかな。お前とか完全にヤンキーや。ヤンキーです、絶対。はい。絶対ヤンキーだと思います。すごいな。確かにうまいね。俺の友達でもヤンキーチャーハン作んの。こちらいただきました。タフィーロールから。全力ヤングさん、こんばんは。こんばんは。料理が苦手で将来結婚できないんじゃないかと心配している飯窪さんに朗報です。はい、かつてヤンタンに出るたび、中途半端なスイーツや料理を作ってきては、さんまさんと庄司さんからボロクソに言われた元メロン記念日の柴田あゆみさんが先日、千葉ロッテマーリンズの南正樹投手と結婚されました。おめでとうございます。もうアップロントにいないの？いない。もういない。はあ、プロ野球選手の奥様といえば、栄養管理が仕事だと言ってもいいぐらい重要なポジションです。多分柴田さんはかなり努力されたらと思います。
ぜひ、生駒さんもこれからの人生、希望を持って生きてくださいっていう。わー。へー、柴田な。柴田が、うん、どこで知り合ったんやろ。柴田はもう30超えてるよね、多分ね。うんはいうん、そうやわ。31。え、柴田が31。はい、すごいな。相手が27。あ、年下。年下なんだ。すごいな、田中マー君の奥さんがいたり。なあ、アップロントからも、こういうのが出てくんねな、いろいろ。すごいね。そうそう、だからまあ、料理勉強したのか。あの、この間、杉浦太陽君の奥さん、辻ちゃん。はい、辻さん。辻ちゃんも全く料理できなかったらしいんですけども。はい、それで、太陽君がずっと作ってあげてたらしいんだけども、どん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 、勉強して、はい、今もう料理も出すようになってんじゃない？そうなんだ。だから、それで今度、ほんまでっかレストランっていう、はい、ほんまでっかテレビのあのレストランに、料理作りに来よんねん。そう。だからよっぽどうまいねやろ。はぁ。プロの料理人ばっかりで。あ、でもよくこうなんかバレンタインとかでも手作りのものをこう配っていたりっていうイメージありますね。昔？あ、最近です。あ、最近か。あの、レッスンの時も手作りのパンとかをメンバーに配ってくださったりとか。あ、自分で焼いたパンをとか、だから、あの、勉強しよってやろな。だからもう、持って生まれて、まあ、素質はあんねやろうけど、だから素質ない人は、もう一生無理やねやろな、これは。そうやろな、と思う。レシピ見たら作れるもんっていうわけのわからないやつがおるんですよ。はい。君。レシピ見ても失敗しちゃうんですよ。そうやろ？クックドゥとかでも失敗しちゃいます。ああ、だからね、おう、そうやねその、もう理解力がなさすぎんのよな。でもクックドゥに関してはもう元入れれば出来上がるはずなんですけど、多分火加減の問題とかでこうなんか水っぽくなって味薄くなってっていうことが、そらしいな、火加減とかもよくわかんないですね。いやでもな、もうやっぱりあの塩の入れるタイミングとかね、どこを間違うとここで塩入れたらええとか、はい、塩は入ってるから塩入れといたらええじゃないね、ここで塩入れるっていうタイミングがあんねん。わけわかんないですね。あの最後の最後にするとか、あらかじめ先に言っとくとか、はい、色料理によって違うねんけども、だから、いい久保はもう多分おそらく料理しない。そうですね。それでもいいっていう旦那さんを見つけなあかん。そうですね。もうそれしか残されてない。まあ、そんなやついっぱいいるからね。本当ですか？俺がやるっていう。はい、金山くんもそうやろ？奥さん料理しないで。金山弁護士さんと結婚したあの、はい、行列に出てる。あれはもう全部俺がやるからって言って、はい、まあ、いつもチャーハンの本出してるぐらいですからね。ヤンキーかもしれないですね。じゃあ、金山もヤンキーや。そうや。金山はヤンキー出身です。おしまい。はい、やったやった、ヤムス褒めてま川柳褒め短歌のコーナー、イエイ。このコーナーはリスナーの皆さんに川柳短歌に思いを込めてもらい、私たちをヤムスを目いっぱい褒めていただこうというコーナーです。はい、それではまず私、飯久保からです。東京都宮礼さんからです。意識してアイドルらしい食事する。え、なんなのそれ。あ、全然あのアイドルらしい食事かどうかわかんないんですけど、あのつい先日までキルフェボンっていうタルトのお店で1週間限定でストロベリーウィークっていうのがやってたんですよ。だから絶対食べ行きたいなと思って食べに行って、その帰りに美味しいピザ屋さんで食べたピザとそのストロベリータルトっていうので、ちょっとアイドルっぽいなと思いながら、あ、自分で、はい、今日アイドルっぽいなと思ったんだ。ケーキを食べたいがために家を出てっていうことをしたので。せやな、昔の、はい、まあ今のアイドルは好きな食べ物言える時代やからな、あれやけど、昔はもう嘘を書いてた時代やからね、プロフィールに。で、いくも今日はもう完全に一旦モメントして登場してんの、お前と。自ら一旦モメントに。完全に今日一旦モメントを意識した。これ、おニューなんですよ、すごい。おニューとか、だから、お前ら、って言ってんね。真っ白で、要するに、固めてくれてんのは、ああ、さまたの今日一旦モメント。突っ込んでもらおうってね。突っ込んでもらおうってね。なんなんに、おやまそうじゃないのに。やっと来たわ。飲みつけたわ。最近すっかり忘れてたから。から探してるとき、これや、一旦もうな、あのおっさん食いつっけろで、これ来ていったら、とか、思って買ってんのな、お前は。違います。
しよう。いやラジオのもうまさに今日一旦もめ本当にちょっとダブッとしたそうですね、大きめの大きめの、肩を着てますからもう完全に、あ、今日か、そうかそうか、さやしと食事があるから、さやしも一旦もめ見せたろう思って。最後の一旦もめ。さあ、続いて。はい、千葉県のモーリーさんからです。妹は他人行儀で猫かぶる。何が？あの、私の妹、あの、三人姉妹なんですけど、うん、はいはいはい、一番下の妹が、あの、猫かぶるんですよ、家族に対して。ああ家族に対してずっとなんか人見知りで、あ、なるほど、はい、外弁慶なのか、家でおとなしいのか、はい、あ、外でもおとなしいです。あ、おとなしい子なのか、おとなしい子なんだからそれはしゃあないな、はい、でもさらになんかこう常に人見知りというか家族を、はい、家族見知り、はい、家族に対して遠慮するんですよ。すごい、あ、三女やからかな、気使うんだかなり、はい、そういう子なんだ。そうなんですよ。あ、いるいるいる、はい、そういや常になんかこうよそ行きの声で喋ってて、え、はい、じゃあよそ行きってそういう声だろ。いや、ちゃんと地声はきっと出せるはずなんですよ。じゃあ地声はきっとお前聞いたことあんのか、地声は。ないんです今のところ、はい、ほらその子そういう声やで。え、いや家ではなんぼなんでも自業やろ。で、出そうと思えばきっと出せるはずなんですよ。え、私はとか、はい、そういう感じです。うん。はるなお姉ちゃんっていう感じです。うん。いや、それは普段やろ？普段。違う声聞いたことあるの？ないんやろ？ないですね。あ、それ。え？だからええ子やねんって多分いい子そうなのかな。そうや、すごい闇を抱えてるんだと思っていたこの場であの春だよとか聞いたことないんだよ。ないですないです。突然なんかあれの物音が殴ってもいやとか言えへんだろキャーってそのままやだろ。とっさの時に出るから言葉。あ、でもとっさの時は若干低い声出してますあみたいな出したりするので。美味しいもの食べたりとか、うまっとか言うとの。まあ、ないですね。はあ、あんなお姉ちゃんとかお母さんとか言うとの。そうですそうです。コーヒー飲むって言っていつも気使ってるんですよ。へえ。いやそんな子やろ絶対。へえ。あ、だから悪い子ちゃうやんか、家族の前でも。まあそうですね。そのままいけるから。はい。大丈夫やわ。はい。そっか。そう、爆発することないやろ。無理することないやろ家では。そうですね。でもなんかこう自分で物語とか書いたりとかしてるんですけど、うん、それがたまにこうサスペンスものだったりとかするとちょっと不安を抱きますあ、なんかストレス溜まってんじゃないかなみたいな。溜まってるやろなあ、気使う子なんだ。そうなんですよ。まあ持って生まれた性格やから勝負やから、こればっかりは人が言っても、はい、治らないね。そっか、しゃあないよ。そうして生きていくね。それで楽しんじゃう、その子。そう、妹多分そうですね、うん、好きなものの話をするときはいつもおっとりしてるのがすごい早口になったりとかするんですけど、あ、はい、徐々に徐々に慣れていってくれたらなって思います慣れていってそれはほっといてもいい、ね、生きていけるよ、さあ続いて、神戸市のブラックデビルダウェスさんからです。ヤンタンでポニーテールにしてたのに、うん、さんまさんには褒めてもらえず。え、たまにしてるやないか、ポニーテール。先週してきたんですよ。あの、先々週、さんまさんがポニーテールがお好きだっていうから、あ、じゃあ来週していこうと思って先週したのに、一言もなくて。英語はポニーテール多くない、でも。あ、本当ですか？あ、今日もポニーテールやなっていう感じ、はい。あ、今日もポニーテールにしてきたんです。先週触れられなかったから、今日ポニーテールしてきたのに一旦もめんのこと言われたから、うん、見てほしいのそこじゃないのにと思ってショックだったんですよ。そう、しかそんな服買わない。お乳なんです、言うて。なぁ。そらもう、そんなもんお前、一旦もめんって言われてる女が白で統一すら、なぁ、ポニーテール目に入るわけないやろ。もうシャツなんても自由に着れないんですか？何が、お前狙いやろ、それは。はい、続いては私工藤です。千葉県オレンジの6番さんからです。エッグ時代スカート脱げるハプニング。舞台中。はい、昔はすごい小さかったので、しかも加入してすぐだったんですよ、そのハロプレイクだったんで、自分の衣装もなく、先輩の衣装を借りてステージに上がったらスカートがもう思いっきり脱げちゃって、すごいもう大事件でした。あ、お客さんはどんな反応なの？うわー、大爆笑。いや、もう、そもそも最初から、ちょっと下がって。逃げるようにしてたんちゃう？ねえ、芸人でも。
おかしいなぁ思っとったら違うですよ、ズボンがズルッとずれて、そうやそうや、そんな小学4年生の子がしないですよそんなお前ダチョウ倶楽部のコント見た後ちゃう、違うよ、上島もよくやるよね陰に隠れてボタン外してチャック下ろして、本当にそれは事故だったんです、事故で本当に起こっちゃったんですけど、すごいその後もファンの人にはいじられますね、未だに、あの過去の話をしてたりすると、あの時はスカート脱げちゃって大変だったねとか言われたりします。それはもう、要するに下はアンダーウェアは着てたの、その踊り用の、履いてました、ああ、なるほど、それってよかったね、はい、自前のパンツがね、パンツじゃなかったです、見えたら、うんうん、でそれがまたね、その月に変わってお正気をとか書いてる、ね、下着やったらええな、セーラームーンみたいな、セーラームーンだったら大変です、その 4年生の頃やったらおそらく履いてるやろ、そういうパンツを、そうですね、キャラモノでしたね、キャラモノやな、やりたいキャラモノやよな、あれ、はい、そういうことあったんだ、ありました、大人になってからじゃなくてよかったな。いや、今だったらもう本当恥ずかしくて、二度とステージ立てないんじゃないかと思います。でも今も一応男性のやっぱアンダーウェアはみんなつけるんやろ。あります、あります、はい、衣装の下に。ああな、はい。それがつまんないよね、見る方にしては。やっぱり自分の、自分の下着を履いてるって言ってくれた方が、はい、見てて楽しいわ。あ、たまに履いてないですよ。そうか言うと、楽しい。だから、壇蜜さんがね、はいはい、あ、私、下着つけないんですっていうの売りになったやんか。はいはい、あれはね、結構、迫力あるもんで、それを言われてると、階段の前で壇蜜が歩いてると、うわ、ノーパンやねや、とか。思うだけで男楽しいから、男ってアホやから、結構、そういうのも、ハラハラするから、そういうして、工藤、お前、そっちの線で行け。私、ノーパンアイドルです。これ脱げるともう丸出しなんです。って言うて、さあ、聞いてくださいって言うて、こう、激しい踊りやったら、いつ脱げんのやでも、不安たまらんよ。注目度は上がりますね。上がる、これほんまやて、ほんまに上がる。男はバカやから。さあ、続いて。はい。岐阜県ヨワンエースさんからです。あー欲しい対応力と順応力、何や、いやもう本当にとっさのこう一言だったりとかに反応できないタイプなので、あ、番組とかやってても、やってても、うん、それこそ以前あったようにさんまさんに突っ込んで自分で赤くなったじゃないですか、 ああいうのが頻繁に起こるので、うん、いや自分でも本当にやってられなくなっちゃうんですよ何がやってられなくなる、なんでどういうことやねお前、でも恥ずかしさとかこう自分で恥ずかしいって思ってなくても、うん、自動的に顔が赤くなるんで、うん、どうすることもできなくなって、あ、まあまあ赤面症の方はね、はい、おうおう、 なので結局それに顔赤くなってんぞって触れられると、うん、あわあわしちゃって何も答えられないと終わっちゃうことが本当に多いので、うん、対応力とか本当欲しいです。ああ、その要するに、すぐ瞬時に浮かぶ言葉とか、はい、まあ、16歳はまだ言葉数が圧倒的に少ないからな。だから、仕方ないな、これは。あと経験やろ。はい。そうですね。というで、その、間とかも。はい、大事やんから、うんうん、それは16はまだまだ無理やと思うよ、で持ってもらえたもんあるからな、そうです、ね、この感性は、はい、あ、でも持っては生まれてこなかった気がしてるんで自分で、だからやっぱお前はもういろんなもん見たり本読んだりして覚えなしゃあないな今の時代な、うん、時期、はい、ほんでいろいろ覚えるわ、だから今日はこの言葉使おうとか、言葉にハマる時ってあるって、あ、なんかこの言葉面白いなとか、うん、いうのが出てくんね、うん、それを使う、多く使う時は来るわ、そうそう、まだ無理無理無理、16なんて対応しようと思うのが無理やなこれは、うん、そうか、芸能界いるからな、そうなん、パンパンと返したいのか綺麗に、はい、やっぱこううまく返せなかったりとか、うん、やっぱそうテレビ出た時とかにも、せやな、だからワンフレーズ、得意なワンフレーズを早く作るかやな、あ、ワンフレーズ作ると楽やね、それさえ言うときは大丈夫っていうフレーズが、あー、作ったらいいね、こう言われた時にはこう返そうっていうフレーズを。うわぁ、勉強になるなぁ、うん。そう、一旦もめ。はい。勉強になります。一旦もめ。もういいです、一旦もめんで。そうそうそう。はい、だから、横山やすし師匠なんて全部ボートに例えはんでね。わかる、ボートわからん人でも、
あ、そういうもんなのかとか、うん、会話が全部盲点。お前みたいなやつは、この間のレースに2号艇乗ってたあいつみたいやなっていうだけで面白いやんか。わかるやんか。全然わかる。だから、そういう得意なフレーズを見つけるっていうのが非常にあるね。だから、ところがなんか車へ出して、俺はサッカーやしとかいう、はい、そういうもんやな。さあ、続いて。はい、続いて愛知県。タクトンアットアルミ箱推しさんからです。3冊目発売決まる写真集宮古と長野で撮影しました。もう写真集また出んの？はい、はい、2月の27日に3冊目が。3冊も、はい、もう出ます。へえ、すごいな。もうね、写真集の会話出してあげるなって言ってるやろ。いや、私、その、ヤンタン、ヤンムスになって初めての写真集なんですよ。あ、初めてか。ヤンムスになって初めて出るので、もうこれはぜひと思い。持ってきたん今日？いや、今日まだ発売日じゃないので、もう少し先になってしまうんですけれども。あ、もちろん水着アリーの。はい。そうです。そやな、もうお前、工藤で3冊目か。そうですね。そやな。はい。ちょっと前からそのいい久保出さすようになんとかこう。いや、いや、本人は出したいんですか？それいい久保は出したいのか出したくないのかっていう、まだ、うん、出したい気持ちはありますけども、うんうん、会社から言われないの か、はい、会社から言われたら出すのやろ、はい、うん、そうですね、うん、そうなんですけど、そういうのはちょっとずつは言ったりしてんの、マネージャーにそろそろ出してみようかみたいな。ね、そろそろ私クイズクイズが3冊目だから、はい、そろそろ行ってみようかっていうことも言いたいんですけど、マネージャーさんの方からも1ミリもそういうの匂わせない。そやな、はい、これはしゃあないわな。だからマネージャーもこう、こんなこと言ったら失礼だけど、胸の膨らみを待ってはんのかな。そうかもしれないですね。でもそこだけで言ったら私も人のこと言えないです。お前もそんな大したことないの？大したことないどころか全くです。あ、そう、はい、だから若いからや、16やから、そんなんでも平気やね、うん。こっちはちょっともう20歳超えてるからやな。年齢の問題です、ね。年齢の問題やで。年齢は爽やかなスクール水着とかもう着れない年代になってきてるからやな。そうですね。なあ。はい、というてな、写真集のタイトルが一旦もめんでは。え、まあ、ちょっと水着着てみたい。水着着てみたい。怒られるしな。ちょっと見たいけど。だから水着ないのがあればいいんですけどね。そやな、でもまあ、写真集。着物ばっかりでもね。そうそうそう。よくないですか？いやいや、そう、アイドルのファンはやっぱり水着見たいもの。へぇ、水着がなきゃええっていう感じになるやんか。そうなんだ。そういうことやろ、やっぱり。はい、それは残念やな。はい、やっぱ一旦もめんだからですかね。ということやと思うで、うん、その、だからモームスやし、はい、顔は可愛いしやな、その写真集出してもおかしくないやんか。うん、なのにやで、はい、マネージャーも一言もなく、はい、ねえ、そりゃしゃあないわ。でもワンカット行ったもめ入れろよ。もうじゃあ出した時は。出した時は記念に。だと飛んでなんぼでも、あの、北の空港にでも行って。そう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 。飛んどけ飛んどけ。さあ、続いて。はい、高木会読みたいと思います。あ、富山県、塩っぽくのていりさんからいただきました。人のこと、サルサル言うな、バカ野郎。え、猿って言われてんのか。そうなんです。あ、お前猿顔やもんな。そうなんですよ。もう研修生入った時から、もう言われてて、もうずっと言われ続けて。みんなに言われてんの？言われてますね。おお、猿顔や、猿顔。この人にも、もう駅出て歩いてたら、ホームの方から、おい猿って、大きい声で言われてすっごい恥ずかしかったんですよ。お前、あれは猿よりもゴリラ顔やねん。そんなこと言わないでください。そんなこと言わないでください。どっちがいいの？どっちがいいの？猿の方がなんかこじんまりしてて可愛くないですか？ゴリラみたいな感じ。いや、お前ちゃんが猿ちゃうて。ゴリラ。やです、ゴリラ。でもお母さんもゴリラって言われてました。そやろ。あの、卒業のアルバムとか見たら全部ゴリラバイバイとか。あ、いっぱい書いてありました。お母さん、僕はゴリラだったんだと思って。女の子の卒業のアルバムにゴリラバイバイ。すごい、ゴリラ元気でなとか。書いてありました。おかしいし。だから、そのやっぱお母さんの、やっぱそれDNA で、お前さんは
が可愛らしい、ゴリラ可愛らしいじゃないか。本当ですか。可愛いゴリラですか。お前らボノボっていうゴリラがおんねんけど、はい、お前そっくりやね。あ、ボノボですか。あ、ボノボだったらいいかも。なんでや、ボノボ。ボノボだったら。一番人間近いと言われてるからな。ボノボだったらなんか可愛げがありますね。可愛げある。いや、ゴリラも可愛げあると思うけど。お前赤ちゃんや。ゴリラの赤ちゃん。あ、それはよく言われます。オランウータンとか、そういう系の。オランウータンちゃうやろ、その子。ゴリラの赤ちゃん。わからない、その境が。不思議な。オランウータンは違うんですかね。こいつゴリラ。それ呼ばれてどう返事してんねん。え、それ、もう最近ではもう猿、はい、みたいな。もうそのまま大丈夫です。受け入れてますね。ゴリラの方は、ふーとか言えるやないか。うえ。ゴリラとか、うえ。猿とか、キーとか言うのなんか。そうですね。ゴリラもう、なんか古臭いよね。猿をキーとか言うのは、ゴリラ、ふーって言うてる方が、気持ちいいよね。出会った人も。そう。そのバーっと会社、朝からね、レッスン場に来て、おゴリラ、うえ。ザザ、ふー。それがええわ。わかりました。だからみんなに言え、ゴリラです。ゴリラです。わかりました。ブログに書きます。私、今日からゴリラです。わかりました。さあ、続いて。はい、続いて、神奈川県ラジオネームカズくんさんからいただきました。ドラマでもダイエットする役やりました。ああ、なるほど。その、さっきの武道館っていうドラマの、はい。中でダイエットに挑戦するアイドルをやったんだ。そうですね。なんか私もすっごい、太りやすくって、1年前11キロ太ってたんですよ。すっごいもうデブだったんですね。今より11キロ。はい。太ったの。そうですね。え、みんな気づかなかったそれは。わかんなかったです。いや、嘘です。本当にわかんなかった。本当に太ってたんでね。太ってたよね。太ってました。太ってたね。その頃なんて言われとったの？その頃も相変わらず猿ですね。え？トドは言われてないです。トドは言われてないんですけど。こと将棋とか言われてない。どこかで言われてたんですかね。だけど、その頃はすごい太ってましたね。ええ。あ、11キロだ。よう、お前その若さで絞ったな、11キロ。すごい。ほら、お前リバウンドすごいぞ。ですかね。どうやって食事とか？で朝入り食事とあと運動とですね。はあ。でまあお母さんも太って歩いたもんなさっき。あ、お父さんです。お父さん。あ、ひょっとしたら太る家系か分からへんな。あ、そうなんです。お母さんも昔太ってたんですよ。だけどお父さんと結婚してから痩せたって言ってました。あ、11キロ落とした後大変やな。すごい。どうしますかね。これもう必ずするからもう。やだやだ。今のやってることをずーっとやらなあかんねん。はい。それはもう。らしいなぁ、もう。体質はしゃあないねんけどなぁ。これは、かわいそうなってくる女の子がダイエットダイエット言うてんのは。さあ、続いて。はい、続いて。東京都、カレー100人前さんからいただきました。オフの日に父の職場へ行きました。働く姿に感動しました。はい、行ってきました。すごい。お父さんの職場行っていいの？大丈夫な？大丈夫です。お父さん何やってんの？お仕事は。お父さんは社長です。そんな、自営業なんですけど。はい、してて。で、職場、それ、何の関係の会社なの？なんか作ってる。なんて言うんですか？家作るとか、なんか。あ、建築関係タンタンタン。いや、やってるじゃん。一人でやってるから。リューチェルやん。リューチェルだよ。なんか階段作ったりとかしてるみたいなんですけど、なんか何なんだか、よくわかんない。家作ってやんねやろ？いや、家っていうか、なんか。階段内装？いや、ない、何なんですかね？わかんないんですけど。階段専門？なんか、うちの階段とか。あ、そっちの外ちょっとよくわかんないんですけど。いや、わかるわかる。わかりますか？ああ、そうそうそう。あと、なんか壁とか。壁？壁を作る。壁だけ？壁だけっていうか、あと階段とか。あと、階段？階段と壁で。何ですかね？何作ってんのかとか聞いたことないんですけど。道直したり？道は直してないと思います。道は。階段作る？階段とか。階段と壁を。壁とか。階段と壁作る職業って。ちょっと職業別電話帳には載ってなかったと思うね。あ、老人ホーム作ったか。いや。建築会社やな。はぁ、そうですかね。そうや。老人ホーム作ってあるんだよ。いや、わかんないです。老人ホームっていう単語を。階段？老人ホーム。老人ホーム階段。それです。私、昔老人ホームの階段手伝わさせてもらったことあるんで。老人。お前とか、箱あんのかな決まりが。君とか階段だけあれ。老人ホームの中じゃなくて外です。外か。外やな。階段？あ、なるほど、なるほど。そういう、あれだ、分野なんだ。はい。いろいろあんねやろな、多分。ね、素敵だった、お父さん。お父さん素敵でした。はい。社長は現場に自ら行ってやらはんのか。いや、
現場に行ったわけじゃなくて会社に行ったんですけど。ずっとジムやろ。うん、ジム。じゃあ、書き物したりパソコンやったりするだけやろ。はい、そうですね。あとはなんか、職人さんにこう話したりとか。うん、かっこいいな、思ったら。うわ、話してるわ。あ、そう、思った。現場の方がかっこええやないかい。あ、でも現場は昔よく見てたんですけど、あ、なるほど。職人さんにこう話をして、メンタル面はこうなんだとか、話してるのを見て、あ、すごいなって思いましたね。ためにわかったわかった。それで、あれやわ、鬼のプリント入った、シャツも入った。なっちゃったよ、いや。あの、わかるわかる。建築関係な。そうなんですかね。まあ、もうその人に短冊あげましょう。はい。100人前さんにはメンバーのサイン入りスペシャル短冊を差し上げます。はい。ここで一曲聴いてください。さゆきちゃん、曲紹介お願いします。はい。それでは聴いてください。2月3日発売です。ジュースジュースで、体だけが大人。名言珍言言うとった。イエイ。このコーナーは昔のものから最新のものまで、テレビやラジオ、雑誌、インターネットなどで見聞きした有名人の名言珍言をリスナーの皆さんにツイッター形式で報告していただくコーナーです。はい。それではまず岐阜県の4番エースさんからです。マツコデラックスさんがラジオ番組で高木さゆきちゃんについて言うとったな。すごい好き。実は一番女っぽい。強がってるけど女っぽいから守ってあげたくなる。ほう、言うとった。へぇ、マツコってよう見とんねな、うん、モームスとかジュースジュースまで、はいはい、アップフロントのグループのファンなの、マツコは。ハロプロすごい、はい、嬉しい。ハロプロ全部見とんの。え、コンサートとか行っとんのかな、ハロプロの。それは来てないのか。コンサートたまに都合が合わなくて来れないってことが何度もあるんですけど、お花とかはいただいたりします。はい、あ、そんだけ好きなの、もうジュースジュースまで。うん、もうそれだけじゃないんだ。うん、でそれよく見とんの、いろんな番組とか。そうなの。番組で、ハロプロのオフィシャルショップとかに行かれてたりしたこともありました、マツコさんが。でもこれいいのよとか、はい、言うてんの。おしめのファイルみたいの買って買ったりとか。すごいな、うん、俺も知らなかったぐらいかな、高木さん。うん、はい。な、今日初めてやもんね。はい、初めて。マツコはもう、あの子はいいのよとか言ってんのか。いや、嬉しいですね。これ嬉しいな、すごい嬉しいです。いつも忙しいのによ、そんな見とんねな。さあ、続いて。はい、茨城市のタフィーロールさんからです。大阪で行われたハロープロジェクトのコンサートで、自分のグッズを自分の部屋に飾っているという話題になり、自分のこと可愛いと思ってますかと聞かれた工藤遥香さんが言うとったな。世間で通用する顔だと思います。言うとった。まあな。まあまあ、通用する顔や。まあ、だからまあ、オーディションも選ばれて。いや、だからこの間ね、さ、はい、か、高橋愛ちゃんなんかでも、はい、やっぱスタッフと一緒に踊っとったけど、女の子の。やっぱり、もうダントツになるな、やっぱりな。まあ芸能界でやっぱり、まあ、とんでもなくみんな綺麗し、ねえ、テレビ出て売れてる人はやっぱもちろん綺麗から、はい、もうなんか一般の人の綺麗とはちょっと差がつきすぎてるなぁ。だから、綾瀬はるかなんかやっぱり、わぁ、もう他のね、ねスタッフ、女の子スタッフさんに囲まれてるけど、はい、もう飛び抜けてるもんね、そういう、本番じゃない時でも、はい、やっぱり違うなぁと思う。工藤もだから自分もいけてるなぁとか思うんだ。いや、思います。いや、お前どう好きやね、自分の顔で。自分の顔は、パーツだけ見たらいまいちなんですけど、悪いパーツが集まったことによって良くなってるって思ってます。ほんで直したいところはどこやねん、もしくは、直さへんやろけどやな。可能性があるなら鼻をもう少し高くしたいなってすごい思います。鼻が低いのが家系なんでしょうがないんですけど、低いのが割とコンプレックスなので。あ、そう、まあまあそう低くはないけどもな。だからお前な、鼻もうちょっと潰せ。潰します。もうちょっとほんまのゴリラになってくるから。そういうことですか。そうや。わかりました。潰します。よりゴリラに。よりゴリラ。わかりました。もうよりゴリラになるように近づけていこう。はい、了解しました。お前太ってもええねん、お前。いいですか。いい。だってこれからはゴリラとして売っていくねんから。わかりました。よう、ゴリラ。あ、ゴリラだとか言う。うん、あ、ゴリラだ。これはそうか、顔はな。自信持たな、芸能界入ってこられへんしな、ほいでまた。人よりかな、やっぱりここがいいとか、自信持たなな。だから、将来はどういう顔になりたいの、お前。将来ですか？いや、なんか、小さい時に、割とこう、可愛いって言われ
ってた記憶がすごいあるんで、大人になって綺麗になったねって言われたいです。こう可愛いで綺麗に育ちたいみたいな。すごい夢の夢やね、それ。可愛いから綺麗になっていく女、はい、なりたいですね。大事やな。だまあまあ、はい、生き様とか出てくるからな、あの顔はな、その辺が怖いわ、生き様って。確かに。さあ続いて、はい、千葉県のモーリーさんからです。テレビ番組に出演した元ボクシング世界チャンピオンの亀田光輝さんが試合前の記者会見でやるパフォーマンスについて明石家さんまさんに相談した時のことを言っとったな。相手がカルロス・ボーチャンいう選手やったから、ほんならお前ボッチャンの本持ってけって。当日言う通りボッチャンの本持ってったら、いつも ピリピリしてる会見場が和やかな笑いに変わって、その時はさすがさんまさんは笑いの世界チャンプやなと思いました。言うとったー。そうそう、あの、はい、そのもう一つ前がね、はい、なんやなさんまなんとかっていう選手だったんですよ。サンマが入ってたんですね。ほ、はい、いで俺の写真持って出てくれ。俺もその知らん時にね。ほ、はい、いで、サンマさんも僕大好きなんですけど、こいつやっつけなきませんね。って言うて話題になったんですよ。ほ、はい、いで、そっから、あの、俺が差し入れ入れて、中目だから連絡があって、ほ、うん、いで、すいません、次、ボーちゃん言うやつなんですけど、なんかありますかねって言ってたから、あ、ほんならお前やっぱ、ボッちゃん、夏目漱石のボッちゃんの本持っていったらええねん、あのパターンならって言って、うん、ほんなら、ぼっちゃんって何でんの言って、いや、お前ぼっちゃん知ってるやろ、知りまへんねん、そんなのもう。ほんで、弟に、お前ぼっちゃん知ってるかって知らん言って、親父、ぼっちゃん知ってるって知らんわ、ほうとか言って、家族全員ぼっちゃん知らなかったって。そうそう。お前ら殴られすぎて。おしまい。はい、ヤンマツは癒せませんのコーナー、イエイ。さあ今日は、初挑戦高木やけどね、うん、はい、なあ、前はあかんな、元気な感じの売りやから色っぽくはないかわからんなあ。本当ですか、頑張ります。ギャップを、え、ギャップを、ギャップを、楽しみ。さあ行きましょうか。はい、一歩から。埼玉県のひまじろうさんからです。ああ、まあまあ、今日はちょっと抑揚つけてきたね。はい、先週言われたように、はい、熱いとかいう感じでね、もっと熱さを出してみようかという。熱い、うん、熱いです。お、いいよいいよ、やったー。次、下の方が熱い感じ出してみよう。上は普通で、上は普通、うん、はい、ちょっとそれ言ってみようか。はい、うん、熱いです。あー、いいよ、頑張ってるね今日。わー、やったー。はい、一旦もめんやるね今日。パワー出てます。やっぱり本戻ったからや。現在の姿に現在に戻ったから。そうそう、ありのままの姿。そうそう、さあ工藤。はい、神奈川県カズくんさんからです。もう我慢できないよ。おー、ええねんけどな工藤、もうちょっと我慢できない。お前もうちょっと声を生かそう。はい、もうちょっとシャウトしたから、シャウト。もう我慢できないよ。おー、いいんじゃない、うん、いいんじゃない、今日調子いいよ、二人。よし。お前、その顔、ほんま、ボリュームだよ、お前。お前、それ、あかんぞ、お前。お前、テレビで死ぬなよ、お前、それ。おー、そんなゴリラ、お前、やってんねやないか、もともとゴリラのモノマネ。やってんのかもしれないです、無意識に。家でやってるな、これ。ちょっと今日二人ね、いつもより調子いいね。ちょっと、すまんな、高木、行ってみようか。はい。東京都カレー100人前さんからです。これが欲しかった。あかんな、悔しかった。でも声をこうなんかこうちいちゃな声ささやく感じだけやから、はい、もっとこれが欲しかったっていう感じを出さなあかん。はい、うん、これが欲しかった。いや、ちょっと何やぞ、これ、走ってサマさんの真似したんですよ。だから分かるやろ、お前、これ欲しかったんっていう、その欲しかったのっていう感じや。はい、最後これが欲しかった。何もろと、何もろとって不良やん。これ欲しかった、これ欲しかった。お父さんの血が、お父さんの血が騒いでるから、これが欲しかったっていう感じや。もう、はい、もうちょっと色っけ。
これが欲しかったの。あかんなーちょっとゴーリーちょっとしっかりしてくれよ。ゴーリーまた新しいのついた。やっぱあかんな、お父さんと仲いいからそういうところはセーブしてきてんな。お見せてないから親父にはそんな姿見せない。そう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 、はい、お父さん大好きっ子って色気が少ないのよね、やっぱり。へえ、だからなんですかね。多分そう思うよ。だって色気出たらお父さんが。でも最近色気が出てきたってよく言われるんで。誰に？あのファンの方。そう、それは年齢的なもんや。もっと色気出すためにはね、はい、お父さん離れ。そうそう、お父、父離れせな。あかんのちゃうか、はい、そやろ、お父さんの前で色っぽいこととか言わへんやろ。言わないですね、絶対。拒否するやろ。お父さんが嫌がりますよね。そうそうそう。お父さん、ヤンダンも癒せません、飛ばすって言ってました。嘘。はあ、そらそやろ。まあ確かにね、聞きたくないな、うん。飛ばすって言われます。いやいや、自分の前とは違うから。まだ聞いてないから。そうそう、そうだね。いくらでもうまいことやったみたいに、お前何参加しとんねん。私も飛ばされるか分かんない。でも全然聞ける。君の場合お父さん全然聞けるって。まあ確かに、まあまあ仕事とはいえな、はい、父としては嫌なもんや。母は一応大丈夫なの。お母さんお母さん大丈夫みたいです。なんかむしろ面白がって聞いてやました。ああ、やっぱ女とな男への違いやな、これ。分からんではない。俺ちのイマルももしこれ16でやってたら飛ばす。ああ、やっぱそうですね。嫌 やんか、嘘でもうまかったら。下手の方が嬉しい。あ、本当ですか。よかった。お父さんは、さあ行きましょうか。行くも、はい、神戸市の与之助さんからです。あったばかりでそんな。ああ、今日頑張ってるな、行くもな。ああ、やった。何があったんやろ、お前。あ、調子いいですね。いや、じゃあいいじゃん。そこまでではないの。あれ？そんな、調子、私いいですね。いや、今調子いいんですよ。何が？原点に戻ったことで。はい、ありのまま、はい。すごいな、今日頑張ってるな、はい、何があったんか、何かあったんかな。女っぽいことがあったんかな。何もないですけどね、それに関してはそれに関してはないですけども。さあ続いて工藤。はい、はい、岐阜県4番 A さんからです。大きい声出ちゃいそう。あ、工藤さんほんまやな、お前やっぱ 声が色っぽいのかな、このハスキーボイス。まあお父さんこれ飛ばすわな。そうですね、あくまでも。あくまでも。お仕事とはいえですね。でも一応毎週それなりに聞いてくれてはんの。みたいです。そういうラジオのアプリとか。あ、そうか、ラジオのアプリ取れば普通に聞こえるのか。今聞こえますね。東京でも。はい。あ、そんな時代だった。あ、ラジオのアプリ取ればヤングタウンも普通に聞けんの、東京で。あ、全国で。はあ、そういうもんなのか。さあ、高木もちょっと今回も勝負で、はい、もう分かったやろ、今の二人見てて。はい、あ、はい、はい、これはちょっと、あ、ちょっと待ってください。何や、これはあれですか、かすれ系ですか。どれ、これはかすれ系の文章、文章ですか。かすれ系の文章、何それ。はぁみたいな感じですか。声を、何はこれ、エスパーに。いや、もうじゃあ、さら、それが入ってるからな。もういや、だからそれはもう可愛らしく色っぽい声。可愛らしく。うん。はい。行こう。柏原市、痛いファンをバカにしてもええねんで、でも本物はあかんねんで、さんからいただきました。じゃあ、電気消して。え、普通やん。何の相談してんねん。俺らに見せて。わざわざ髪をこうやって見せて。いや、それ寒さ見せるってどうしよう思ってんの。ですよ、これ違うなと思った。じゃあ電気消してって。何やねんそれ。じゃあ電気消してっていうことやな。かすれ系ですか。じゃあかすれ系、俺は何系でもいいから。俺はかすれ系。俺もな、声は綺麗に出したいよ。俺が全部日本見してるのはかすれ系ですね。俺がかすれ系やねん、もともと。そっか、はい、ごはん持って。はい、じゃあ電気じゃあもう、うん、じゃあ、じゃあじゃないで。お前、殴るぞ、お前は。消してって、もう、やめて、やめて。じゃあ、電気だけ消してっていう意味よね。じゃあ、電気消してっていう感じ。わかりました。わかった、わかった、よかった。じゃあ、電気だけ消して。わかって言えないから。ちょっと電気消して。ちょっと、電気だけ消してっていう感じやな。電気消してって。うん、はい、もう。
じゃあ電気消して。お父さんにじきじき言いに行く。会社行くわ。娘まだれしなあれって。はいおしまい。MBS ヤングタウン土曜日、すべてのコーナーの宛先は、yando@mbs1179.com、yando@mbs1179.com です。皆さんお待ちしています。来週のゲストは、こぶしファクトリーの野村みなみちゃんです。祝、レコード大賞最優秀新人賞、もうすぐ16歳のみなみな初登場です。お楽しみに。さあ、今日は高木さんがね、はい、初めてでしたけど、はい、いかがでした今日は。いやー、あのテンポ感が大事だってファンの方に前から言われてたんですけど、さんまさんの時はテンポだからねって言われたからなんで笑うんですか。素人の不安が君にアドバイスね。あれさんまさんテンポだからね。そうです、握手会とかブログのコメントとかでさんまさんはテンポが肝心だからね、気をつけて。気をつけてって言われてる。よし頑張ろうと思って。それ中川玲二じゃない。それさんまさん全部大事にしてはるから。あ、そういうのも俺はテレビとかいろいろ見ててさんまさんは店舗大事にしてはるからなとか、はい、いうことなのか、はい、ラジオでも言うてるか、店舗大事にせえとか。言ってないな、中川家とかが言ってる言葉をあれしてんやろな。はい、そういうアドバイスもされて、はい、どうでしたかね今日は。どうでしたかね今日は。やなしに、お前やっぱり癒せません、もっと練習せな、はい、どうしようもないな今のところ。頻繁に呼んでください。お相手は明石家さんま、村上昌司、モーニング娘。ワンシックス、飯窪春菜と工藤遥香とジュースジュース高木さゆきでした。また来週お会いしましょう。さよなら、さよなら。